はい、じゃあ本日の文献紹介をしたいと思います。今日紹介する論文は、MUSE、モジュラーライジングアンスーパーバイスセンスエンベディングっていうことで、まあ、語義曖昧性解消とか分散表現っていう話をしている、EMNLP2017 の論文について紹介したいと思います。でまあ、この論文の主な貢献として、まあ、今まで の, その語義の分散表現を得る方法っていうのは、まあ、単語周辺単語をもとに分散表現を、まあ、学習するっていう方法がまあ主だったんですけど、まあ、それに対して、まあ、真になんか語義レベルの分散表現っていうのをまあ獲得してあげようっていうのが、まあ、今回この論文のまあ貢献 で、まあ、語義の選択っていう部分の学習に、まあ、初めて強化学習を使うっていうようなものが、まあ、貢献というか、まあ、アプローチになっています。で、同義語選択であったりとか文脈中の単語の類似度っていう、まあ、タスクセットによる実験において、まあ、ステートオブチアートを実現した上に、まあ、非常に高い精度を、まあ、記録したっていうのが、まあ、この論文中の、まあ、実験の結果になっています。で、まあ、導入としてその今までその語義のベクトル、まあ、単語のベクトルっていうのは、まあ、いわゆるそのワードツーベックみたいなもので学習をしていたと思うんですけど、まあ、それに対して、この意味ごとに、まあ、その語の分散表現を得るためのさまざまな手法として、まあ、大きくまあ3つがまあ今まで存在していました。で、1つがクラスタリングのメソッドで、まあ、これはその周辺単語、まあ、例えばその窓幅がまあ5っていうふうに設定したら、まあ、その対象単語の前後5単語に基づいてそのこの意味をまあクラスタリングしてあげて、でそれに合わせてまあ学習をしてあげるっていうようなものになっています。で、まあ、一般的にそのマルチセンスキップグラムって呼ばれるようなその有名な手法っていうのは、まあ、このクラスタリングメソッドにまあ含まれますと。で、まあ、他にはそのプロバビリスティックモデリングメソッドっていうのもあって、まあ、単語のその周辺の単語の出現確率みたいなものをまあ元にして、まあ語義の出現確率っていうのをまあモデリングしてあげる方法で、まあマルチモーダルワードディストリビューションっていうまあ論文があるんですけど、まあ、こういうものが、まあ、このプロバビリスティックモデリングメソッドっていうものの一つになります。で、もう一つが、その最後がレキシカルオンソロジーベースメソッドっていうもので、まあ、既存の辞書などを用いて、その単語の語義を確定した後に、まあ、その語義曖昧性解消の結果に基づいて、まあ、通常のワードツーベックみたいなもので分散表現を学習してあげるっていう方法で、まあ、センセンブルみたいなものが、まあ、一般的には有名ですと。で、まあ、今までこの説明した大まかに分けた3つのその手法なんですけど、まあ、以下の問題がまあ存在しますっていうふうに、まあ、その筆者らは述べています。まあ、1つが、まずその語義を周辺の単語から確定するっていうのは、語義のベクトルですね。語義のベクトルを周辺の単語からまあ学習するっていうのは、対語の曖昧性自体がまあそもそもあるので、まあ、ベクトルにも曖昧性を含んでしまうっていうのは問題がありますと。で、さらにその語義レベルのトークン、つまりあれですね、一回そのレキシカルオンソロジーベースメソッドなどで語義曖昧性解消をした上で、まあ、学習をする方法では、まあ、そういう曖昧性の問題っていうのは起こらないんですけども、当然その語義曖昧性解消自体にかかる時間がまあものすごくかかるので、まあ、指数関数的に増えていくっていうふうにまあ述べているので、まあ、これをそのまま、まあ、学習に使うのはまあ現実的ではないっていうふうにまあ述べていますと。で、そこで筆者らはその語義を選択するモジュールっていうものと分散表現を学習するモジュールっていうものを2つのモジュールを分けて、そこに対して強化学習っていうものを適用してあげて、まあ、より良い語義選択であったりとか分散表現が得られるような学習をしてあげるっていうのが、まあ、その、なんだろう、アプローチになっていますと。で、そのモデルのことを、まあ、筆者らはその MUSE っていうふうに呼んでいて、これが、まあ、モジュラーライジングアンスーパーバイズドセンスエンベディングっていうものです。で、まあ、基本的にその語義を選択するモジュールと語義の分散表現を学習するモジュールっていうその2つに分けて考えてあげて、まあ、それぞれのモジュールを学習して、まあ、相互に、なんだろう、まあ、適
適用し合って、まあ、より良いその、語気の選択であったりとか語気の分散表現の獲得であったりっていうのを、まあ、相互に良くしていこうみたいなアプローチになっています。で、まあ、語気を選択するモジュールっていうのは、まあ、その与えられた周辺単語から、まあ、語気を確定するような、まあ、モジュールになっていて、で語気の分散表現を学習するモジュールっていうのは、まあ、スキップそのワード2ベックのその既存のスキップグラムに似た手法を用いて分散表現を学習するようなモジュールになっています。で、まあその概要はこのような図になっているんですけど、まあ基本的にはその 1,2,3 の順番に、まあ、学習を行っていて、まず一つ目はそのサンプルコロケーションという形で、まあ、例えばこの、スマートフォンカンパニーズインクルーディングアップルブラックベリーアンドソニーウィルビーインバイティッドというふうな文章であったら、そので対象の単語がアップルであったら、まあ、アップルの周辺の単語をまずまあこう持ってきてあげるみたいな部分がまず一番最初にありますと。で、次に、この2番のセンスディテクションという部分には入っていくんですけども、まあ、基本的にそのニューラルネットの、構造っていうのは、まあ左のような図になっていて、まあ、基本的にはワード2ベックのコンティニュースバックオブワーズ C ボート、まあ、似たような構造を取るようなニューラルネットが構成されていますと。で、語義の基本的にはその周辺単語をニューラルネットに入力したら、その語義の確率っていうのを、まあ、出力してあげるような、まあ、モジュールになっています。まあ、非常に単純ですね。で、まあ、確定した語義、まあ、こちらもそのこっちの場合はまあそのアップルに対してまあ語義を選択する計算をしていて、まあ、こっちではその周辺単語の語義をまあ計算してあげているんですけど、まあ、その周辺単語の語義を計算したら、ワード2ベックのそのまあ、スキップグラムのような形で入力された語義に対して、その周辺語義を予測してあげるような、まあモデルを学習してあげます。で、まあ、当然その計算量の問題とかいろいろあるので、まあ、そこに対してネガティブサンプリングっていうのを適用してあげて、まあ、全く別の文章のコンテキスト中のなんか、まあ、語義の一つの語義をまあ選んできてあげて、まあ、それをサンプルしてあげることで、まあ、計算量を減らしつつ、まあ、より良い分散表現を得るような学習を、まあ、ここでは行っています。で、まあ、その、誘導を最大化する式が、まあ、ここになっていますと。はい。で、まあ、なんで、まあ、ここでのその学習っていうのは、まあ、基本的には、通常のワード2ベックの手法とほぼ同じなんで、特にその、難しいこととかは何もないと思うんですけど、まあ、当然その語義を選択する方にも、学習を行ってあげなきゃいけないので、そこに対して筆者らは、まあ、強化学習の枠組みを適用して学習を行っています。で、まあ、具体的には、まあ、ここに書いてあるそのクロスエントロピーを最小化するような形のまあ学習をすることで、この中間そのベクトルがまあよりよくそのより良いその学習をしてくれるような形で、まあ、学習を行わせています。はい、まあ、ちょっと詳細については時間がかかるので省きます。はい、はい、まあ、こんな感じです。で、まあ、その枠組みを用いて、その、まあ、語義を選択して分散表現を得るっていうような形の、まあ、ものを、まあ、組み合わせて、その、まあ、その単語文章中の単語ごとに、分散表現が計算できると思うんですけど、まあ、その分散表現を用いてもうここにテキスチュアル、ワードシミラリティっていうようなタスク、ここで使っているのは SCWS っていうものになるんですけど、で、まあ、その得られた分散表現がどれぐらいいいかっていうものをまあ評価したものが、まあ、こちらになっていますと。で、まあ、この表を見ると、このミューズっていう部分のその下4つが、まあ、そのヒッシェラが提案した手法に関しての精度なんですけど、そのマックスシム C っていうものと、まあ、AVG シム C っていうものがあって、まあ、これはその、基本的にはその AVG の方は、語義をまあ1位に決めないで、なんかもう様々考慮、
こういろんな語義のなんだろう割合みたいなものをこう足して、まあ、計算してあげるもので、マックスシム C っていうのは語義を1に決定して、まあ、学習するっていうようなものになっている、学習じゃないですね、あの計算をしてあげるっていうようなものになっているんですけど、まあ、そのマックスシム C においては、まあ、非常に高い精度が、まあ、他の手法に比べて得られているっていうことが分かりますと。で、まあ、AVG シムアベレージシムに比べてマックスシムの方が何だろう、まあ、語義を1に決めるので、よりその実用的なタスクにおいては全然有効だから、まあ、こっちの方がいいよねみたいなことを、まあ、筆者は論文中で述べてました。はい。で、まあ、シノニムセレクション、同義語を選択するような問題においても、その筆者らが提案したミューズっていう手法は、まあ、非常に高い精度を、まあ、出していて、特にその TOEFL 80のデータセットにおいては、まあ、その CRP っていう、前のステートオブジェアートに比べて約6ポイントもそのアーキュラシーが上がっているっていうことで、まあ、非常に高い精度をまあ記録しているっていうことが分かりますと。で、まあ、定性的に、コンテキストにおいて、あとコンテキスト中の、まあ、単語について、まあ、どんな単語がその近くに出てきているかみたいなのをまあ出しているのがこの表になるんですけど、まあ、例えばそのなんだろう、下のそのラージナンバー、ここの行ですね、ここの行の、ラージナンバーオブブラックベリーユーザーズみたいな、まあ、携帯のブラックベリーのことを言ってるものについては、そのスマートフォンとかマイクロソフトとかっていう単語が、まあ、ニアレストネイバーには出ていて、でなんかそうじゃない、なんかマルベリーオアザブラックベリーどうのこうのみたいな文章では、なんかクランベリーズとか、なんかアップルとかアプリコットとか、まあ、そういう系の果物っぽいものがまあ出ているっていうことで、まあ、定性的に見ても、まあ、いい分散表現が得られているのかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、まとめとして、まあ、語義レベルの分散表現を学習するモデルを提案して、まあ、強化学習の枠組みを用いて語義の決定を学習できるようにしてあげました。で、まあ、そこから得られる分散表現を、まあ、様々なテストに用いた結果、まあ、その各種データセットでステートオブジェクトを記録したっていうような、ことが、まあ、この論文の概要になっています。はい、以上で発表を終わります。